イワシ三枚におろす編。ちょっと待って、イワシ三枚におろす編。イワシ三枚におろすへんよ。できた。三枚におろす編できた。ここを切っておく。もう一匹やん。イワシのかば焼き作。そう、かば焼きにすんねん、これ。ああ、時間が過ぎよる。最近のオリンピックではこのホテルシップが
ケツから行った方がよかった。いや、上から行っとったな、YouTube 見たら。あれ、なんかくちゃくちゃなってきたな。でしょ。あれ、さっきの綺麗にできたのに、なんでやろ、これ。延長戦ではチリが猛攻を仕掛けましたが、ゴールは決まらず PK 戦となりましたが、チリがこの PK 戦を制したということです。できた。卓球の新たなプロリーグ、アジア太平洋リーグが開幕。14歳の張本選手が登場しました。このリーグは男女混合、国籍の選手できた。それぞれシングルを行います。できた。できたよ。あー、いや。で、これも、キッチンペーパーで押さえます。おいしいで、これキッチンペーパーで押さえちゃいます。メジャーリーグ、ドジャースの大学強化投手や9日ぶりに先発登板です。今シーズンは不安定な投球が続き、リリーフに回されていた大学投手ですが、小麦粉を切らしてるので片栗粉1つのフォアボールを与えず、自己新記録となる7回無失点で今シーズン6勝目を挙げました。一方、マーリンズのイチロー選手は同点の7回に代打で登場し、レフト前へ勝ち越しタイムリー。イチロー選手は今シーズンの代打でのヒット数がメジャーで日本一となっています。片栗粉をまぶして、ランナーを抱えてバッターボックスに代打大谷選手。フルカウントからの8球目でした。詰まりながらもレフト前、1号復帰の初ヒットがタイムリーとなり、ホームします。
しかしその後ソフトバンクでスタンレー選手に勝ち越しホームランを許した日本ハム、4連敗となってしまいました。ここで不幸です。西武のオルシンジュチームコーチが多臓器不全のため亡くなりました。42歳でした。森さんは選手時代片栗粉をまぶして、そうよ、健康食や健康食。オリーブオイル、オリーブオイルさ、ちょっとオリーブオイルさ、お掃除をしながら、かわいそうにね、オリーブオイルがちょっと少ないです。こっちの油使ったらデブいなねん、この油。こっちかば焼き作、かば焼き作、かば焼きさん、いわしのかば焼き作、三枚におろしまして、かば焼きさん、かば焼きさん、そうよ、だいぶ減量してるからね、減量減量減量、かば焼きさん、ね。